はい、どうもご視聴ありがとうございます。天使の箱庭2番目の天使編ということでですね、こちらのゲーム、人類を救うために7匹の天使のうちから1匹を選んで、その1匹の天使のお肉を食べようというゲームとなっております。今回は2番目の天使と会うことができるバージョンとなっております。ということで参っていきましょう。1番の天使はうまくやることができなかったんですね。あ、もうダイジェストで殺されてる。1番目はこのデータだと。白衣の男は眉を下げて笑っている。1番の天使と面会をした時の男とは印象が少しだけ違うような気がする。別人かもってこと。やはりこちらの想像通りとはいきませんね。検査の結果、1番の天使が一番優秀だったのに。あ、本当にあいつ一番優秀だったの？俺若干あれ虚言の説もあるかなと思ってたんだけど、そうなんだ。本当に一番優秀なんだ。どうか気を落とさずに、今日は2番との面会をお願いします。おー、無言で。いかがされましたか？ちょっと人間と話すの久しぶりだから。先ほどから何も言わずに。体調に異変でも？ああ、長い時間が経ったような。確かに、あれは何月だったっけ、最1番目の天使とやったのは。あなたの世界と私たちの世界では時間の流れが違うのですよ。大丈夫、帰る時には全て元通りです。早く面会を終わらせましょう。はいはいはい。一番の天使に会いたい。それもできんのかな、ちょっと一回セーブしとこう。じゃあ一番の天使に会いたい。それはひどいんじゃない。俺はきっと君が来るのを待ってたのに。あ、二番目が。二番と書かれたドアの中から声が聞こえる。どちらにせよ君はこのドアを開けるしかない。違う、2番。なんか1番と似たような感じか、性格。白衣の男が扉を乱暴に叩いた。声色は冷たいのに、貼り付けたような笑顔が崩れることはない。まだあなたの面会は始まっていない。能力遮断グラスの装着を再度確認しなさい。規則に逆らうようなら即刻再利用に回すことになりますよ。能力遮断グラス、なんか目でなんか操るタイプか。俺それ好き、そういう子好き。すみません、でもそれ以上口を開かないでください。やれやれ。男はこちらに顔を向けた。それとも透視能力があるやつか。柔和な微笑みのままで、眉毛だけが相変わらず少しだけ下がっている。困ったものですね。扉を薄くしたのが裏目に出ました。どんなやつがいるか覗き見てやろうみたいな。私は新人ですが、あなたのサポートに徹しますので、改めて2番との面会をお願いします。逃げ出そうとしてもきっと逃げられないのだろう。若干の諦めと後悔の中で、2番と書かれた扉に手をかけた。さあ、ご対面、どんな感じなの君は。ささやき声すらも届きそうな厚みの扉なのにひどく重かった。少し力を込めて扉を開く。あ、能力遮断のためにグラスって言ってたけど、サングラス的なのなの。俺はそう思ってたけど。ああ、え、目の前の光景に思わず驚きの声が出てしまった。そのグラスで能力遮断できるか、そのサイズで。来てくれたんだ、一番の天使によく似ている。確かにね。背格好は少し大きいように感じるが、透き通った肌に大きな瞳、真っ白な髪と赤い瞳は。そんなにジロジロ見ないでよ、照れちゃうからさ。なんか中身も似てない、ごめん右側に。なんてね、大方俺が一番に似ててびっくりしたんだろう。まあそうね、びっくりしてびっくりしてないよって。びっくりしたな。やっぱり正解ってことは俺の勝ちでいい。何が賭けってこと。敗者の君は罰ゲームってやってみたくて。罰ゲームでいいからさ、俺の言うことを聞いてくれる。おう、何、聞くだけ聞いてやる、聞いてやる。一番と比べるんじゃなくて、なるべく俺を見てほしいんだ。お前弟だろ。お前弟だろ、一番の弟と。いつも比べら、お兄ちゃんといつも比べられてって。お兄ちゃんは目がいいのに、弟くんは目が悪いのねって。一番と何かあった。あ、いや、一番のことは、俺が何か言うのは難しいんだけどさ、君がここに来たってだけで何が起きたのかは分かるよ。あ、確かにね、一番で OK って言ってたらここには来てないもんな。辛かったと思うしさ、俺も一番に恨みがあるわけじゃないし、でも君がその一番を選ばなかったから俺は君に会えたわけでしょ。まあそうね、結果的にな。ごめんな、ちょっと複雑で。あ、一番のことやっぱ尊敬もしてたのかな、お兄ちゃんとも断定しますが。でもさ、俺なりに報いたいとは思ってる。人類を救うことだけがあいつと俺の共通の思いだから。あー、そこはね。なんか急に聞かず、急に激重感情ぶつけられたけど。よろしく。あー、うん、よろしく、ありがとう。
俺は食糧天使の中で最も高い能力を持つ天眼通の天使。前の一番目は知力が高かったんだよね、確か一番知力が高いみたいな。天眼通、一番目の天使は知力の能力があったから、それの天使の肉を食ったやつはすごい天才になって人類を救おうとしてくれたんだよね。540回目の人類滅亡回避を目的に養殖された36ロット目の2番、その数字は知らん。でも怖がらないでほしい、俺は君たちを必ず救う、人類の糧となり人類に幸福を与えると約束する。本当に一番よりは見劣りするかもしれないけど、でも俺一番切ってきた人だからな、そんなにちょっとやっぱ自分がすごいって言ってくんないと俺もちょっと自信を持ってお前を選択できないんだけど、俺にしかできないことがあるはずだから、やっぱ自信商品だから君さ、自分はやっぱいい商品ですよって言ってほしい。一番の天使がいない今、俺が一番優れてるってことを君に証明してみせる。何その消去法。まずは君のために、そして人類のためにね。じゃあ今回何すればいいの？何をか、なんかちょっと頼りないなお前本当に。大してすることもないかな、最初の面会と同じ2日間を一緒に過ごすだけ。俺と会話する中で俺が一番いい天使かどうか判断してくれたらそれで。どうしたの？なんでもない。大丈夫？君にとっては全部焼き直しなんだろうなと思って、まあ説明は前回聞いてるっていうことだからな。だって大事なことは全部一番が教えてくれたんだろ。重いなお前ずっと重いな。じゃあ何を話そうか。なんか俺が一番を選ばなかったことを恨んでそう。初対面で何かを話すのって難しいよな。人間は自己紹介なんか当たり前にやるだろ、あれ見るたびにすごいなと思っててさ。まあ自己紹介って難しいよね。でも俺もあんま好き得意じゃないかな。じゃあ会話は苦手？まあ誰かと比べて苦手かって聞かれたら正直微妙だけどさ、初めてだからちょっと緊張してるかも。まあでも君は頑張って話そうとしてくれてるなって思うよ。俺も頑張らないとな。まあ頑張ってる。俺は健坊と申します。好きな食べ物は唐揚げです。チキン南蛮の方が好きかもしれません。酸っぱいものが好きです。天通眼の天使だっけ？どれくらい能力とじゃ。まあちょっと天通眼って何？そのなんか特殊なんでしょ。あ、能力の話はしておかなきゃいけないよな。天通眼は千里眼って言った方が伝わりやすいか。簡単に説明するならどこにいようと遠くまで見通せる能力みたいな。まあ思ってたほど強くなかったな人を操れるまで俺はハードル上げてたから。俺はその気になればどこでも、今君の家族がどうしてるか何を考えているのか全部わかるよ。あ、考えまでわかんの？天使には割と多い能力かな。食料天使で使えるのは俺くらいかもしれないけど、基本的に能力が高い食料天使の脳がより上質だとされているし、俺の能力は申し分ないと思う。まあ便利っちゃ便利か。宇宙のこととか知れる？深海のこととか。まあ一番の天使はちょっとイレギュラーだったけどな。おお、そんな一番の天使すごいの？一応ね、高いんだよ。他の天使の能力は俺からは話せないんだけど。あ、そうなんだ。7番までに選ばれた食糧天使なら全員何かしらの力がある程度使えるはずで。それ気になるね。その中でも俺の能力は評価されてたよ。能力値だけなら歴代最高らしい。そうなの？能力値、能力が？別に何か取り柄があるわけでもないんだけどな。生まれつきの才能でここまで来ちゃったようなものだし。なんかお前羨ましいなお前。じゃあ好きな食べ物は？好きな食べ物発表して。好きな食べ物発表エンジェルお願いします。1番。あ、ごめん、やっぱりその質問するんだって思って聞くだろうなって思ってた。なんとなくね。俺たちの体は何も消化できないけど唾液は出るんだよ。当然それを飲み下すだろ。唾液ってこと？ってことはキャンディーくらいなら食べられると思わない？宝石みたいなのに口の中で溶けるなんて不思議な食べ物だよな。好きな食べ物は？俺なんかに興味を持ってくれてありがとな。嬉しいよすごく。キャンディーってことでいい？数時間後、白衣の男に別室へ案内された。お疲れ様でした。2番との面会はいかがでしたか？まあでもちょっと不安だけど、まあでもちょっと人となりは見えてきたかなって。人、天使となりは見えてきた。まあでもちょっと不安だね。やはりそうですか。2番は能力頼みというか、能力以外の取り柄がないというのがこちらの見解です。なるほど、ステータスは低い感じか。逆に脳の出来に関しては申し分ないので、今後の面会で挽回してくれるといいんですがね。今夜もこちらのモニターを見守っていただくわけですが、懺悔の時間についてはもう大丈夫ですか？あ、心の声聞こえるってやつだよな。まあ一応聞いとくわ。
なんてんてんてん、またこいつは天使と違って物覚えが悪いなって思っただろう。夜は体調の報告と合わせて今日も模範的な天使でいられたかを振り返る決まりになっています。別室で我々も確認していますけどね、あの部屋は特別仕様でして、音声だけでなく中にいる天使が考えていることも全て文字として出力されます。ただし人間にはプライバシーがありますので、我々は面会中含めあなたの内心を知ることはできません。よかった、明日も同じですので覚えていてください。もういや、いちいちムカつくな。もう面倒でしょうが、天使が寝るまでは見守っていてくださいね。あなたが天使の心を理解することで、より良い人類救済につながることでしょう。人類と食糧天使が心を通わすことで生まれるシナジーが、あ、これは別の研究内容でした。失礼しました。新人なもので、それが食糧天使の話か。心を通わす？新人っていうことも気になるけどな。どうか聞かなかったことに。あ、新人かどうか聞きやがった。新人さんもいるんだ。だからこれ、就職活動で取ってんのかね。白衣の男は焦ったような顔をしてそそくさと部屋を出ていった。彼らの笑顔が崩れるのは珍しいような。伝えてはならないことだった。まあいいか、新人だと言っていたし。まあ俺も新人だった頃があるからな。モニターを見てみよう。あ、いる。あ、外してんだ。1日目が終了しました。じゃあ能力使えちゃうってこと？無難に完了できたかと。2番の天使の声が聞こえる。人間と話すのは緊張した。俺の目を見て、所作を見て、ちゃんと俺の話を聞いてくれたから。気に入られたいって思うのは食糧天使として間違ってるかな。まあまあ別にそれはいいと思うけど。あ、でも食糧天使としてはってことか。一番の天使の時は考えていることがモニターに表示されたような気がするが、故障だろうか、それとも何も考えていない。あー、すごいね。あは、どうせ監視されてるのに頭で考えることと言葉で発することを分ける必要ある？それともこうやって内心で思ってるみたいにした方が君には届きやすい？うん、もうしばらく見守っていいよ。まあいいか、体調は良好、特に昨日と変わったことはないかな。羽も抜けてないと思うよ。そういえばメガネをかけてない？そうだね。あ、能力遮断グラスのこと？こっちの声聞こえてんな。面会中以外はかけなくていいって言われてるからさ、能力めっちゃ強いな。確かに今は面会中じゃないでしょ。こちらに話しかけている？こいつ脳内に話しかけてるんだよ。あのメガネさえ外していれば君の考えてることもわかるし、自分の考えてることぐらい制御できるよ。そんな強い能力、あのサイズのメガネで遮断できるのか。まあ君が望むならあのメガネをかけるけど、今くらいはこのまま話したいな。どうしよう、メガネをかけろって。いやでも君望むようにさせてあげたい。俺は放任主義。じゃあ望むようにしな。ありがとう。と言っても話したいことがあるわけじゃないんだけど、顔を見てないだけで少しだけ楽に話せる気がする。俺はさ、本心から君に会えて嬉しいんだ。本当に？ごめん、同じことばっかり言って。まあでもこれは本心のはずだもんな。1位から順番にナンバリングされてるのに、わざわざ1番を蹴ってここに来てくれたと思うとさ。いいんだよ、面白半分でも興味本位でもさ。あ、じゃあもう本当に1番2番3番4番5番6番7番で序列がついてんだ。じゃあ7番の方の天使は結構大したことないんじゃないのって気がするけどな。じゃああいつがピークじゃん。もう大事なのは結果だけ。そうでしょ、ずっと楽しみにしてた。人間と会ったら何を話そうかなって。俺は誰よりも人間を見てきたから。でも2番にナンバリングされた時、まあこれは無理だろうな、人間に会えるわけないって諦めかけてたから。2番ごときでそれ言ってたら、お前7番のやつ、お前のことすごい目で見てるよ。今しばした目で見てるよ。はっ、あいつマジムカつく。2番のくせに謙虚なのムカつくんだけどって、マジで。って随分時間が経っちゃったな。俺はもう寝るからさ、君も早く寝てね。また明日。しばらくして寝息が聞こえてきた。見られてるところで寝るの緊張するな。なんか全てお見通しの天通眼の天使か、天眼通か、全てお見通しの天眼通の天使か。そういえば天使ってそういうものだった気がする。どこにいても人間を見張っていて、何を考えても天使にはバレてしまうとか。今日の面会を始めよう。そうか、またかけてるね。あ、昨日ぶりだね。どうしたの？やっぱり顔を見ると緊張しちゃって。面会の練習にもなると思ってさ、人間の会話よく見ててさ、自分なりにいろいろ考えてたんだよ。それじゃ伝わらないよねとか、もっと丁寧に話したらいいのにとかさ、俺だったらこう言うって考えたりもした。でも自分のことになると全然うまくできないや。
なんか言いたいことあります？さ、ちょっと考えてたんだけど、今日は音質に出てみる？あ、そんなとこあんの？イオトーブみたいな音質。じゃあ、まあ、出られるの？頼めば出られると思うよ。君の気晴らしになったらいいなって思ってさ。まあまあまあ、じゃあ行こうよ。じゃあ行くよ、行く行く。やった、俺も気に入ってる場所だから嬉しいよ。じゃあちょっと頼んでくるから、ちょっと待ってて。2番の天使がドアを叩くと白衣の男が入ってきた。何かを話している。今日は音質に、ええ、場所を変えると話も弾む。人間の世界ではよくあることですよね。なんか知ってる感出してるな、お前。俺の方が人間のことを知っている。違いますか？行って、早速行ってみようよ。ああ、じゃあ、まあ、あの人たちと良好な関係なんだねって。そうかな。ま、俺は心が読めるからね。他の天使よりはうまくできるかも。確かにな。管理局の天使たちは機械みたいだけど、その分逃げ道も見つけやすい。ま、俺は1番とは違うことをしなきゃいけないしさ。君が7番目まで選ばなかったら、それはそれで困るんだろうし、管理局も、まあ、てか7番目まで行ったらもう選ばざるを得ないよね。なるほど。まあ難しいことはいいからさ、行こうよ。手を握られる。2番の細い指は意外と温かい。2番の天使と並んで白衣の男の後ろを歩いていく。7つの扉の前を通り過ぎ、ガラス製のドアの前で立ち止まった。30分ほど経ったら迎えに来ますから、くれぐれも面会は真面目に行うように。分かっているとは思いますが。もちろんです。あ、お前側に行ったんで、ね、さあ入ってみて。音質ね、どんなんなの？おー、綺麗だろ。思ったより俺明るいと思ってた。で、別に俺の場所とかじゃないんだけどさ、暗いね。今は夜の景色だけど、日光浴の時間には太陽が投影されたりもするよ。リアルのあれとは違うんだ。本物の太陽じゃないんだけどね。俺たちは太陽光が苦手だから。味が落ちるのかい？食料天使ってもやしみたいだね。え？あはは、面白いこと言うね。もやしは俺も知ってる。君たちはよく食べてるよね。おう、食料天使の肉は太陽の光で劣化するけど、もやしもそうなのかな。まあ当たると良くないんじゃない。でもステーキの付け合わせにもやしっていうのもおつなもんなので、天使の肉の付け合わせももやしがいいんじゃないでしょうか。似てるから味が合うんじゃないですか。まあでも、もやしより俺の方が栄養あると思う。それはもやしに比べたらな。楽しいな、君といると。本当に良かった。本当にもやしみたいって言ったけど、一番の天使とも来たかったなって思った。重いな。思ったのかよ俺は。俺一番の天使に対して激重感情持ってんの？いや、これをかけてる時は何もわからないから、ただなんとなくそう思っただけ。一番の話はしなくていい。や、でもちょっと話してほしいな、一番の話。あ、いいよ。いいの？もちろん。意地悪で聞いてるんでも、ただ懐かしくて聞いてるんでも、どちらにせよ俺は話したいよ。それくらいしかできないからさ。食料天使同士は普通顔合わせることはない。検査のたびに順位を教えられて焚きつけられることはあってもね。でも俺はさ、ほら、どこでも見られちゃうからさ、便利だけど怖えな。実は一番のことをよく知ってる。俺はずっと一番だった。あいつは最初50番ぐらいだったのに、検査のたびに順位を上げてきて、気づいたら2番になってて。あ、そんな感じで抜かれたんだ。ようそれでここまでなんか完全敗北した感じになれるな。最後の最後で逆転だよ、すごいよな。嫌じゃなかったの？正直最初は辛かったよ。でも落ち込んでても仕方ないしさ。それにもしかしたら君が俺を選んでくれるかもしれないだろう。まだ結果わからないからさ、そう思えるのは君のおかげ。でもこれは、俺が言うのはフェアじゃないと思って黙ってたけど、君は知ってるんじゃないかな。何を？一番の天使に実は能力がないことは、特殊な能力はないよね。知力だけってこと？知ってるに決まってるよな。一番はそのことばっかり考えてた。すごいことだよ、記憶力と。あとは統計と予測だけで全知全能のふりをするって、俺なら怖くてできない。俺が管理局の人に言っていれば順位は変わっていたと思う。能力がない天使の脳を人に与えたって特別な能力は芽生えないから。まあでもすごい賢くなってたよ。でもさ、言えなかったよ。努力だけで順位を上げ続けるって、何をしたらそんなに頑張れるのか俺にはわからない。努力したって死ぬだけなのにさ、人類の危機を救う役目なんか俺に押し付けたってよかったのに。だからまあ、君は俺を選べば無難に間違いないよ。一番を選んでたらきっと全部がイレギュラーだっただろうから。あ、そうなのか。あは、皮肉だよな。一番の話をすることが俺の価値を逆説的に証明することになるなんて。
お前はでもなんかずっと一番と比較してるからさ、やっぱちょっとその自分を押してほしい。できれば君と話してても時間の無駄だって。名前を教えろじゃあお前の。え？あは。2番、じゃあ不都合呼びづらい。1番ヤオと名乗ったよ。あ、じゃあちゃんと名乗ったルートなんだねこれ。即ミキサーにかけたルートじゃないんだ。1番ヤオと名乗ったよ。ヤオ。あは、結局1番って意味かよ。ちょっと待って、俺も考えるよ。じゃあ2番にちなんで名前つけんのかね。じゃあ天蘭って呼んでもらおうかな。なんかすごい贅沢な名だね、ヤオに比べると。天蘭。2番目に明るい星の名前なんだけど。あ、そうなんだ。1番明るい太陽はここからは見えないから。あ、太陽についで2番ってことなの。すごいねそれは。俺は2番だけど今この場所では1番の天使でいたい。そう思ってやっていかないと救えるものも救えないと思うし、ありがとう俺に名前をくれて。よく目が見えるから。ああ、天使に名前を教え、あ、俺の名ね。やおって名乗ったろうかな。やおって名乗ったらなんかあったりする。やおって名乗ってみる。ん？無理やり茂みに押し込まれる。草が耳元でガサガサとなった。天使に名前なんか教えちゃダメだ、ヤホって名乗ったからじゃない。真面目にやろう。剣坊でございます。剣坊という名前が真面目なのかどうかは知らない。間違いない。無理やり茂みに押し込まれる。草が耳元でガサガサとなった。天使に名前なんか教えちゃダメだ、他の天使に聞かれたら。何？息がかかる。近いよ。でも呼ぶための名前があったら俺も嬉しいから。剣坊、誰かの名前を呼ぶなんて初めてだ。まるで人間になったみたいだな。なったみたいだな。まあそうか。いいな、人間はこうやって誰かと一緒にいるだけで幸せになれるなら食料天使なんか本当はいらないんじゃない？なんてね、こういう幸せを守るために俺は生まれたんだと思う。生まれてきてよかった。本当に？なんか全部自分に言い聞かせてるように聞こえるけど。数時間後、再び白衣の男に別室へ案内された。それでは今日も監視を。ああ、そうだ、昨日は申し訳ありませんでした。能力抑制クラスへの指示が漏れていたようで。ああ、夜つけてなかったのね。今日は問題なく行えると思いますので引き続きよろしくお願いします。つけてんのかな。じゃあ今日は、あ、つけてる。今日は良かったと思う。人間とコミュニケーションを取れたし、昨日よりは少し信頼してもらえたかもしれないな。ふふ、楽しかったな。この時間も昨日みたいに話せたらよかったのに。今日は抑制グラスを外すのもなし、その代わり人間の監視もなし、なんて。ちょっと残念だけど、剣坊に頭の中を覗かれるよりはいいか。え、覗いてるよ俺。覗いてるけど、俺だけ人間とコミュニケーションを取りすぎるわけにもいかないしな。それからなんだっけかな。概ね健康だと思います。羽も抜けてないし、体もなんか軽いもやしみたいだな。温室に行ったからかな。本当にもっと話して、もっと話してたかったけどな。他に話すべきことは、今日はこれくらいでいいかな。報告終わります。本当にもう少し頑張っておけばよかったな。一番の天使との面会を覗き見たのも失敗だった。名前を聞いてくれて、名前を教えてくれた。でもお前覗き見てるから知ってると思うけど、一番の時も俺名前教えとったで、あいつに。それが特別なことだって剣坊は全然気づいてないんだろうな。一番とも交換してたんだしな。そうそうそう、一番はきっと自分が特別だと思っただろうし、自分だけが特別なんだと勘違いしたまま死ねたんだな。一番だからヤオなんて本当はたくさんいろんな名前を考えてたくせに、俺はただ2番目に同じことを聞かれただけって知ってるから。それに意味がないことを知ってしまってるから、なんか俺正しいになってない？すごい。剣坊、名前を呼んだんだって俺が初めてじゃないんだもんな。俺と1番とどっちが気に入ったかな。怖いな、知らないままでいたい。どうせ明日で終わりなんだから。すごい、なんか1番のことばっかり。お前は自分を見ろ。失礼します。睡眠中にグラスが外れる可能性もありますので、本日はこの辺りで終了します。本日はつつがなく面会が行えたようで安心しました。お疲れ様でした。グラスゴーグルみたいな形にしたらどうや。白衣の男はモニターの電源を切って去っていった。おやすみなさい人間。 VR ゴーグルみたいなやつで。翌日、どうしたの？いや、ちょっとどんな顔で話せばいいのかわからなくて
今日で最後だなっていうのもあるけど、昨日の夜さ、その見てたよね。あ、見てたよ、見てた見てたうわーだよな。ごめん、寝る前にちょっとなんかしてた。いや、見たくて見たわけじゃないけど、やっぱり近くの情報から流れてきちゃうから。あ、ちょっと外したりしたのかな、メガネ。恥ずかしすぎる。まあでも終わったことは仕方ないよな。忘れて、何したの。まあどちらにせよもうすぐ忘れちゃうんだよな俺は。ごめん、これ以上困らせるのは良くないよな。すっぱり決めてほしい、俺とこの世界の命運を。名残惜しくなっちゃうからさ。あー、じゃあ君が一番優れた天使だって言ってあげようか。これが一つのエンディングだもんな。ゲームオーバーエンドというかエンディングだから、2番の天使食べようルート。本当に本当だよ、ありがとう。ごめん、俺なんて言っていいか。弱気になったらダメだよな。ありがとう、俺を選んでくれて。天蘭は顔を寄せ声を潜めた。必ず期待に応えるから、剣豪と家族と友達とその周囲にある全てを俺が守る。ずっと面会って何の意味があるのかなって思ってたんだ。検査で決めたらいいのにって。でもちゃんと意味はあった。剣豪を守りたいって思えたから、ありがとな。天蘭は白衣の男たちに連れて行かれた。さあどうなっちゃう。これで世界は平和になるはず。この度はご協力いただきまして誠にありがとうございました。これからあなたを元の世界にお送りし、記憶も削除させていただきます。これからのあなた、そして人類に幸を多からんことを。さあいかが。いよいよ地球最後の日がやってきた。天が落ちてくるだとか、神の怒りだとか、天変地異なのだとか、どんなことを言っても逃れることはできないようだ。宗教家もそうでない人もそれぞれの神に祈り始めた。大人も子供も身分の高い人も低い人もそれしかできることがなかったのだ。そんなある日、とある集落の少年に超能力が宿ったというニュースが広まった。確かに一番の時と違って完全に超能力だもんなこれ。少年は周囲にいる人間の心を読み、少年に心を読まれた人間は皆少年と同じ能力を持った。伝染すんのやば、映る基準ゆるすぎじゃないしかもこれ絶対すごい混乱するよ、社会やばいことになるよ。そしてあっという間に地球全員の心は一つになった。ああそうなか、そんなに。全世界の人々が協力し合うことで人類の危機は赤子の手をひねるほど簡単に解消された。世界の中心で大衆を率いた少年は寿命を迎える最後の日までずっと誰かを探していたらしい。誰か、めでたしめでたし。やれやれ、これでよかったの。薄暗い部屋で同じような顔をした男たちが宅を囲んでいる。2番の脳も悪くなかった。一度は人類滅亡の危機を回避できましたから。一度はなやっぱそうだよな、うまくいくとは思ってなかった。能力だけなら史上最高値という研究家の自信は間違ってなかったようですね。その伝染するのなんなん。しかしまさか私的な殺人の頻発程度で人類が滅亡してしまうとはね。隣人の内心が完全に分かってしまうという現象を甘く見ていましたかね。そうだよ、それだよ、ストレスえぐいよ。始末書でしょうね。それで済めばいいんですけどね。人類にも恐ろしい一面はあるということですかね。人類にもというか人間にもというか、そうなのか。時間を巻き戻してしまいましょうか。あ、でも次こそは失敗は許されない。そろそろ上にバレてしまいますからね。それは問題ですね。もっと入念に準備をしなければならないようです。入念にというと。それはもう入念に、これ以上ないというほどに入念にです。そうですね、時間がかかりそうですが慎重に行わなければならない。次こそはつつがなく。エンド6。じゃあお前なんか選ばねえよって。お前みたいな自分のことを自信ないやつを選ぶわけないだろ。人類のため、人類のため、俺も責任を持って選ばなきゃいけないんだから。無理無理無理、君のところの商品はちょっと使えません。自信ないんでしょ。白衣の男に連れて行かれる天蘭はどこかほっとしているように見えた。さあミキシングの時間か。それでは不要になった2番の天使はリサイクルさせていただきます。やろうぜ、やろうやろう、うおー、ないの選択肢、早く終わらせよう。そうですね、それがいい。あなたが天使を面白半分に殺していくだけの存在だとしても、面白半分じゃない、全部面白、全部責任を取るのは我々ではない。私たちはあなたの幸福のために尽力いたしますよ。全部面白、面白だけ、冗談 100%。
少し待つと白衣の男たちに取り囲まれた天蘭が現れた。どんな顔してる？今日は眼鏡をつけていない。赤い瞳がじっとこちらを見ている。眼鏡つけてた方がいいじゃん。全部わかっちゃったよ。この世界がどうなろうと君には関係なかったんだな。俺を知った気になるなよ。俺に怒るのは筋違い筋違い。ずっと見てるからな。怖怖。お前を見ているって。ん？二択。お待たせしました。何それ。3つのボタンのうちどっちどれが当たりかは分かりませんのでお気になさらず。あ、これ 1番のやつ。リサイクルお願いします。これ1番のやつ。じゃあ真ん中当たりがいいよね。やっぱり当たりを押して次につなげたい。真ん中、真ん中が一番なんか押したいくなる。おお、2番目。7つたなんだ。なんか願い1つぐらい叶いそうだねこれ。白衣の男はじっとこちらを見ている。何ですか？あなたが不適格なのかもしれない。はい？ああ、いえ、でもそうですね、世界の命運はあなたの判断にかかっている。そのことを改めてご理解いただきたい。分かってますよ。俺の手にかかってる。大事。あなたが人類を救うのです。必ず救えるはず。そのことを忘れないで信じ続けてほしいのです。あなたがあなたのやるべきことを忘れてしまったら、もはやこの世界を守ることはできない。お疲れでしょ。少し休憩してから続けましょうか。甘いお菓子でもご用意させていただきます。エンド 8? 押したくない、押したくない。不気味な人ですね。なんの不気味な人ですね。うるさい。不気味な、やだやだやだ。こんな縁起のある押したくない。私が押したことになるじゃん。だって押したら不気味な人ですねって。何もしようないかこれ。じゃあ右のボタン押してみる。一応ワンチャン。じゃあ他の天使にします。やっぱちょっとキープでちょっとチェンジでお願いします。そっか。悪意の男に連れて行かれる天蘭はどこかほっとしているように見えた。ちょっとだけ違う。ご協力ありがとうございました。それでは不要になった2番の天使はリサイクルさせていただきます。リサイクルした天使はどうなっちゃうの？新しい食料天使を作る材料になるんですよ。それもそれで一つの使命の果たし方かもしれませんね。どうやら手こずっているようだ。何、小骨が多いか。小骨が多いというかミキシングするから太い骨が多いか。しばらく待つと白衣の男たちに引きずられるようにして2番の天使が運ばれてきた。偽物だったってこと？どういうこと？剣坊と話した時間も手の温かさも視線も全部作り物だったんだ。そんなことないよ。ああ、見たいその顔。俺確かに好きだったんだ。好きだったはず。こんな俺と一緒に過ごそうとしてくれた剣坊のことが。お待たせしました。俺のことを好きでいてくれてありがとう。3つのボタンのうちどれが当たりかは分かりませんのでお気になさらず。リサイクルお願いします。押したくないな本当にね。押したくない。責任を放棄するつもりですか？だって今あの顔でこのミキサーのここのところでバンバンってやってんでしょ。ねえ、押したくないね。押したくないね。しょうがないな。じゃあ俺が押すよ。じゃあやっぱこのミキサーに一番近いところのボタン押しに行こうか。ごめんごめんってごめん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 。本当にごめん。これは本当にこれが解消がないばっかりに。うわぁ、やっぱりこのなんか最初の一瞬が一番グロいよな多分。途中からもうなんかあーって。お疲れ様でした。2番の天使もダメでしたか。あなたの決めたことならきっと正しいんでしょうね。そうそうそう。それでは次の扉を任せろ。3番の扉を引いたが3番がやべえってやつだよな確か。開かない。そんなはずはありませんが。3番開けなさい。中で。あいつやべえって。あいつだけはダメだ。やれやれ。3番は力が強くてね。今は扉を破るわけにはいきませんので少々お時間をいただきます。うまく説得できるといいのですが想像よりもずっと時間がかかりそうですね。開き次第ご連絡いたしますのでそれまでごゆっくりお待ちいただけますと幸いです。
どうかあなたのやるべきことを忘れないように引き続きお願いします。パワーか。じゃあ3番目はエンド7。 7、じゃあこれまでの分岐、これまで俺は甘ったるいことばっかり言ってたけど、そこで分岐すんのかな。あ、エンディングは3つでその他分岐ありってことだったから、ちょっとじゃあ選ばなかった選択肢やってみるか。じゃあ2番と書かれたドア開けてみる。普通に普通かこれは。あ、ここは普通だね。一回あれが話しかけてくるのがないだけで。じゃあ選んでない方で、じゃあ自己紹介ぐらい簡単だって。そうなの？ちょっと意外。やっぱり君は得意なんだ。やっぱりすごいな人間は。俺はうまくできないかもしれないけど、お手柔らかにな。人間がすごいんじゃない、俺がすごいんだ。まあでも君は頑張って話そうとしてくれてるなって思うよ。そんなこと言わないで、俺も頑張らないとな。え、聞いたことのない音が。え、近っ。え、え、あ、鳴ったっけこんな音。じゃあどれくらい能力高いの。どれくらい、うん、詳しくは言えないけどすっごく高いんじゃない。能力値だけなら歴代最高の数値が出てたから、実はずっと俺が一番をもらってたんだ。最後の試験で覆されるとは思わなかったよ。だから君がここに来た時も少し驚いたくらいだし、今の一番は記憶力がすごかったんだっけ。まあ納得はしちゃうよね。記憶力だけで俺を上回るって本当にすごいと思った。ああ、挨拶を間違えてたよね。挨拶を間違えてたよね。え、ああ、あ、うん、まあ君ならそういうか、一番を見てきたんだもんな。あいつが何て言ったかわからないけど、天使の挨拶は要点が変わらなければどう言い換えてもいいんだよ。タイミングによっては時間がないと決まるし、子供や老人と話すときは言い方を変えた方がいいだろ。でも一番の天使の挨拶が原点ではあるよ。だから一番の考え方に従うとすれば、俺は間違っているかもしれない。一番どんな挨拶だったっけ。まあもう一番いないんだけどな。一番の方が良かったな。ああ、ああ終わった。そっか、じゃあもう俺はいらないってこと。いらないかな、ちょっと、うん、うん、なんか いや、ごめんな。あと5人いるしだってまだ。でも君はこれからもずっと同じことを繰り返すの。うん、まあ仕方ないか。人間は死者を惜しむものだよね。驚くほど長い時間、俺も一番がいなくなったのは悲しいから気持ちはわかるよ。悲しいんだよね、もうヤオに会えないことが。なんでその名前を。知ってるよ、見てたから。あいつは君に選ばれたくて、あいつは君に選ばれなくて悲しそうだったね。でも君も後悔してるなら俺を食べてみる。おい、いただけるなら、またヤオに、またヤオに会えるかもしれないよ。またヤオに会える、どういうこと。2番の天使はメガネを外した。あ、え、ほら食べてみたいって思ってる。俺は全部お見通しだから、俺にできることはもうこれしかないからさ。2番の天使は指を差してきた。2番の天使は指を差し出してきた。ああ、チュパチュパと噛む。美味しくいただきたい。2番の天使の肌に歯を立てる。うつ、軽く噛んだだけであっさりと肌を破る食感、同時に溢れ出る温かな液体は多分血液でぬるりと生温かく、そして気がおかしくなるほどに甘い。あんま、本当に痛くないやって一番も言ったのかな。血糖値がえぐい。甘い液体を飲み下すうちに空腹を思い出したようだった。お腹が空いて空いて食べることしか考えることができなかった。咀嚼を止めることができない。甘くて甘くて美味しい。食べることしか考えられないよ。俺のこと好きになってくれた。好き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 。チュパ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 チュ。俺は君に会えて嬉しかった。めまいがする。どういう光景。おあー、すごい。え、会いたかったよ。会いたかったよ。幻覚見とるやん、おっつい幻覚や。じゃあ会いたかったよって。あー、やっぱ幻覚だ。白い部屋に天使の死骸と人間が一人、それを見つめている白衣の天使が10人、黒い翼の天使が一人。誰、あの、これどうなりますか、労災おりますかねって。あ、いやいや、始末書ですよ、当たり前でしょ。黒い翼が何者。黒い翼の天使もさすがに苦笑いだ。
研究者たちの英知を尽くして完成させた最高傑作の天使を一匹消費して得たものは壊れた人間一人。このまま人間の世界に返すわけにもいきませんね。人間の世界に戻せないほどおかしくなっていますかね。人間を元の世界に戻せないとなると困るのですが、こちらも僕を見上げて誰かを呼び続けるくらいなら人間の世界の医療でなんとかなるんじゃないですかね。だから血たくさん飲んでもう幻覚見ちゃってんだ。もうじゃあ俺この窓の血も舐めてるよ多分。もったいない。はあ、この人間の状態というよりも天使が人を壊したということが問題だと理解することができないのですか。人間の幸せよりも自分たちの保身が大切とはね。育成家は腐敗してるとは聞いていましたが、まあなた方の処分を決めるのは私の仕事ではないし、業務外のことをするつもりもない。この人間は研究家に連れ、この人間は研究家に連れて行きます。始末書で済むことを祈っておきますよ。お前が黒幕というか、あエンド2なんね、これが。じゃあ選ばなくてごめんって。ごめんよ。優しい顔してる。あ一緒かな、一緒かな、一緒っぽいな。労災、労災でした。エンド2か。じゃあどっかで逃してんだ。じゃあ天眼2の天使だけで、じゃあ1番の天使が苦手、どっち聞いたっけ、こっちかな。苦手、いや苦手ってことはないよ。話したことがあるわけでもないし、ちょっと怖いなとは思うけど。怖い？本来俺に1番が振られるのが順当なんだよ。前回滅亡の危機を救った天使の能力値は俺よりもずっと低いしね。実際最初の検査では2番以降にダブルスコアをつけて俺が1番だった。なるほどね。天才だ、最高傑作だって生まれてからずっと期待されてきた。でもさ、今の1番は努力だけであそこに来たわけで、そう思うと少し怖かった。まあこんなこと言ってちゃダメなんだけどな、後ろめたいことはあるよ。ろくなこと言わないな俺は。ほっておくと君は努力しなかったんだね。努力しだって同じくらい努力してたら抜かれるわけないもんね絶対ね。え、1番の天使は努力で1番になったと言った。それなら2番の天使は努力が足りなくて2番になっただけだ。ごめんな。でもでもでも言い訳、言い訳かい。俺は世界を救えると思う。根拠を出せ根拠。だって1番は本当には何も能力がなかったはずだ。特別な能力のない天使の脳を食べても人間が特別な能力を得られるわけがないんだ。だから1番を選ばなかった君は正しいし。失礼します。突然扉が開き白衣の男が入ってきた。他の天使の情報を話すことはフェアではないから控えるようにと伝えたことを忘れましたか。ルルヒャンか。え、あ、いや、でも1番はもういない。面会には支障がないのでは。確かに終わったやつだしな。それはあなたが決めることですか。リアルパワハラを食らってる。能力が高いからといっておごっていませんか。パワハラというかロジハラというか、そんなことないです。でもあんたたちは、我々に意見をするのはあなただけですよ2番。確かにあなたの能力は高い、我々よりも高い。あなた一人の能力で監視の役割を持つ他の天使を全員失職させることができるでしょうね。あなたは食糧天使以上でも以下でもないのに。なんかちょっと嫌われてないこのルート。あ、自分だけは処分されないと思ってるんですか。いえ、でも出て行ってください。今は面会中で、俺はこの人間、俺の価値を証明しないといけない。今あんたと言い合ってる時間はない。末端の職員が独断で俺を処分できるわけない。俺はそれくらい知ってる。あんたたちが恐怖してる、この能力で。あんたが俺を処分する機会を伺ってたことも知ってる。人間の幸せを一番に考えていないあんたこそ天使失格だ。その態度ずっと気に入らなかったんですよ。確かに末端の職員ではあなたを処分できない。でも人間の言葉ならどうかな。言葉？え？人間はあなたに対して努力不足だと言いました。わかりますか。それで十分なんですよ。あ、俺が選ばなかったってことになるってこと。あなたは天才ですね。私たちは盆栽だ。しかし世界の秩序は盆栽が作ってる。努力しなかった天才に価値はないとそこの人間は言いたいようですよ。あなたには価値がないんですよ。この世界の誰もあなたの助けなんか必要としていないんですよ。あなたはいらない存在だ。いなくなった方がいい。誰にも求められていない存在。が首つっちゃうよ。誰にも愛されない存在なのだから、あなたなんかいなくなった方がいい。嫌な職場だ。お前は必要ない。どうした俺急に。2番目の天使は倒れて動かなくなった。
あのブラック企業でストレスで人が倒れる時と同じ描写してる。白衣の男が満足そうに笑った時、黒い翼の天使が入ってきた。もうこれ良くないよ。はは、労働基準法には反するよ。労働基準法というか、これだから嫌ですよ。天才はいつも盆栽に殺されてしまう。育成家の君、呪いの言葉を使うなんて局員としての自覚あります？呪いの言葉？なんで贈与家の天使が。何を驚いてるんですか？バレないと思いました。新人だからって考え足らずにも程がありますよ。まあ育成課に配属されてる時点でお察しですけどね。仕方ない。出来損ないほど他人の足を引っ張るものだ。そしてその先の不利益を考えることもできない。あー、またパワハラが。パワハラはパワハラを生む。お疲れ様でした。黒い翼の天使が右手を振り上げると、白衣の男の首が地面に落ちた。すごいパワハラ。パワーがすぎる。あー、こっちこの血は2番、この血は天蘭の血じゃなくってあいつの血なの？増票の血だったのか。これ人間、あなたも不適格だ。気が遠くなる。パワハラだった。あ、帰ってこれた。ふと意識が戻ったような感覚。ぼーっとしていた。今日は何日だったっけ。強い風に背中を押される。最後に死んだ。最後に見たのは横断歩道の白線。真っ白な。死ぬんかい。エンド1。パワハラ、パワハラエンド。パワハラはパワハラを生む。パワハラはパワハラを生むよ。じゃあ上からずっと上やってみるか。天眼2の天使だっけっていうのと、あ、ずっと上だと進むのか。じゃあ自信なさそうだね。これやってないね。そうかもな。君がやっぱり一番と比べてるんだと思うと、何を言ったらいいのかわからなくなって。そんな頑張るよ。ごめんな。お前一回負けただけだろ、一番に。それまで頑張ってたじゃんか。ああ、案内されるか。じゃあ優秀そうに見えるって。それはよかった。まあ最終の検査以前は2番の天使が最も優秀な天使とされていましたから、このままつつがなく危機を救うことを祈りますよ。今夜もこちらのモニターを見守っていただくわけですが、懺悔の時間については、じゃあ大丈夫。ここで分岐はこれぐらいなのかな。2種類エンド1、2で。じゃあメガネかけろって。ちょっと冷たいこと言ったろ。メガネかけろよ。分かった。どう、気分は。嫌だ。これも聞こえているのか。能力があれば相手の心を読むことも自分の心を伝えることも自由自在だけど、俺は能力がないと。だって全部が聞かれてる。どこまで考えようとしてないことも。でもお前はそれを人にしとるやんか、ずっと。ごめん、今日は寝ればいいのか。もう寝るから。モニターを切って。考えたこともなかった。心を読まれてると思うとこんなに怖い。寝るから。ああ、モニターが切れたかどうかなんてこちらから分かるわけもないのか。まあ普段見えすぎてるってことか。だから俺らがもう目つぶって生きるみたいな。あの一番のことも選ばなかった人間だぞ。俺のことも選ばないに決まって。このグラスを外してしまえば。いや、でも外した時に外したことで失望されていたら俺はどうしたらいい。なんでそんな卑屈なの、本当に。あ、ごめん。疑う気はなくて。でもあの人間は一番にも聞いたようなことを俺にも聞いてきた。きっと俺のことを試して一番より劣ってるって思ってがっかりしてるに違いない。嫌われてるかもしれない。きっと嫌われてる。だから深くまで心を読むのは怖かった。知りたくない。最後の最後まで比較されて比べられてやっぱり劣っていると人間にまで思われていたら。だってずっと会いたかったのに。やっと会えたのに。仲良くなりたい。でもえずく音とピシャピシャという水音が続いた。消化器官がないのに嘔吐できる。水を飲んでないのに水を出してしまったらその分だけ肉が劣化してしまうんだろうか。喉とお腹が痛い。胃酸？何のために。何のためにって。失望されていませんように。俺は本当に人間に会えて嬉しかった。あの人間が一番に失望したことで、その失望で俺はごめんなさい。一番のこと昔いじめたりしてた。なんかすごい。翌日、あ、よくなんか BGM か不穏だけど、あ、大丈夫？体調はの無視してみる。昨日はそのごめん。自分でもあんなん取り乱すと思わなくて、俺にとって当たり前のことだったんだ。誰かの生活を覗き見るのも誰かの心を読むのもあんなに怖いと思わなくて。
自業自得だってじゃあ自業自得だってちょっとひどいこと言い続ける。そうだよな、俺はたくさんの人の心を見たよ。それで人間を愛せた気になってただけなんだろうな。おい、なんか急にここでまた。じゃあお前なんか選ばないよって。そうだよな、でも俺は俺を選んでって言うしかない。君は一度間違えた、君は一番を選ぶべきだったのかなって俺は思うから。天使の順位付けは割と精度が高いよ。ランクが上であればあるほど能力が高い。あ、それでずっと1位でイキリ散らしてたからかな、余計にこの反動かな。意味わかるよね。2番3番4番って下がっていくたびに人類を救える可能性は減っていくんだよ。特に3番の天使は、いや選ぶなとは言えないけどね、暴力の天使だろごめん、うまく言えなくて。じゃあ消去、そうね、自分の話してよ。消去で選べってこと？いやそんなつもりじゃ。情けないな俺。それでも人に食べられたい？こんなんですが。うん、人間は頑張ってると思う。それは本当に見てきたからさ、そう思うよ。何もない自分が唯一できることがあるなら達成したいと思うのは不思議。今日の面会は終わりみたいだな。今日もありがとう、俺と過ごしてくれて。うん、エンディングにはいかないか。じゃあ数時間後。それでは今日も監視を。ああ、そういえば昨日は申し訳ありませんで、ああそうね、に抜け道で。ああ少し吐いてしまいました。俺はダメだなって思います。夜の観察も面会のうちなのに俺だけ外してもらっちゃって、吐くほどのストレス負荷がかかってしまっては面会以前に脳の質が下がるからって。でも今日は人間が見ていないと聞いていくらか気持ちが楽になった。あとなんだっけな、見てないって伝えられてんだよね。不利には違いない。審査項目が他の天使より一つ減るわけだから。ああ羽の抜けはなしだと思います。多分、うん、昨日よりは調子がいい。審査項目が減ってしまって、そのせいで俺が選ばれなかったら、3番が選ばれたら、いや俺にはどうしようもないことだし。でもむしろ1番はなんで選ばれなかったんだろう。俺があいつよりも持ってるものなんて才能くらいなのに。能力の方も支障ないと思います。面談中に使えないのはちょっと面談中は使えないのがちょっと不便ですけど、報告終わりますね。なんか強い能力すぎて持て余すな。今日でこの懺悔も最後か。俺の命も明日まで。別に悲しくないことが悲しい。一番は悲しかったのかな。俺も何か努力をしていたら死ぬのが怖いと思えたかな。寝ちゃうのもったいないな。そっか、名前聞かないルートかこれ。翌日、今日で最後だな。期待に応えられなかったのかもしれないけど、がっかりした。ごめん、でも失礼します。扉が開き、黒いスーツ姿の男が入ってきた。大きな黒い翼が生えてる。その表情は白衣の男と寸分違うことなく、ただ柔和な笑みを浮かべている。面会中に申し訳ありません。育成課からの要請で伺いました。贈与課のものです。2番の天使のストレス値が規定値を超えたため面談を終了します。もう最終日なのに規定超えたのね。せっかくお時間を頂戴したのに大変申し訳ございません。まあストレスで吐いとるもんなお前。人間とコミュニケーションを取る、その程度のストレスに耐えられない食糧天使が人類を救えようはずもありませんよね。まあ確かにそれは確かに。食糧天使は常に人間を思い、常に人間のために存在する。愛を注ぐべき人間との会話すらつつがなく行えよう、つつがなく行えないようでは不良品ですね。廃棄します。は？廃棄？聞いてない。再利用の間違いですよね。再利用、まあそうね、再利用ならいいのっていう気持ちもあるけど、確かに俺は優れた天使じゃないかもしれない。でも俺の体は、能力は新しい食糧天使のために再利用されるって。あなたの意見は聞いてない。どんなに高い能力があっても欠陥があってはね、次の天使があなたのような弱い心で生まれては困る。まあ正論だな、これに関しては。全然パワハラではない。人間にはいつだって救いが必要なのです。その人間を救うべき存在が人間に恐怖するなど言語道断。怖がってなんか、育成家の天使と話させてください。だって俺は。2番の天使がメガネに指をかけた時、撃たれたか。軽い破裂音、頭部が弾け首から下だけになった2番の天使がバッタリと倒れた。もったいない、脳みそが一番は俺に食わしてくれ。カニ味噌俺好きなんだよ。じゃあ吹き出した鮮血が真っ白な部屋を濡らしていく。うわもったいない、一番おいしいとこなのに。気分の悪い仕事だな。もったいないっすよ、なんで脳を傷つけたお前。
失礼、聞かなかったことにご迷惑をおかけしました。食糧天使とはいえ高い能力を持った天使たちですからね。暴走すると何が起きるか、どうか恐れないでください。幸福管理局はいつだってあなた方の幸せを祈ってます。あなたもお疲れでしょ。2番の天使の記憶は削除させていただきますので、少し休んでから次の面会に向かってください。ああ、記憶なくした状態で次。大丈夫、次の天使こそきっとあなたのお眼鏡にかなうはず。お眼鏡壊れたけど、そうでなければ育成家の責任だ。育成家、あ、この7番までの育成家か。頭がぼんやりする。お疲れ様です、大丈夫ですか。白衣の男が心配そうな笑顔で立っている。イレギュラーの多い面会になってしまい本当に申し訳ありませんでした。次は3番の天使との面会になりますが大丈夫ですか。2番との面会はもうお済ませになりましたよ。もう記憶消されたとか。イレギュラーが発生したため記憶を削除する薬を処方させていただいたんです。2番は不適合でしたので、気持ちを楽にして3番と面会していただければと思います。2番の天使の記憶がない、白い羽で白い髪で、いや、これは1番の天使の記憶だっただろうか。確かに記憶あやふやだと余計にごっちゃになりそうだな。1番と2番、メガネという特徴が吹っ飛んだら顔色が悪いですね。次の面会は少し休憩してからにしましょう。実のところ3番の天使の方もまだ準備が整っていないようなのです。次は万全の状態で、そうですね、最初からやり直すようなまっさらな気持ちで面会に臨んでいただけたらと思います。白衣の男に別室に案内され、真っ白なベッドに横になる。なんだか1年くらい休みたい気分だ。あー、エンド5でした。ここかな。じゃあごめんねって謝ろうか。うん、君は悪くないよ。君を幸せにしてやれない俺が悪いんだ。でも俺は俺を選んでって言うしかない。君は一度間違えた、君は一番を選ぶべきだったのかなって俺は思うから。天使の順位付けは割と精度が高いよ。ランクが上であればあるほど能力が高い。意味わかるよな、ここら辺は一緒か。じゃあ結局ごめんねって言っても一緒か。じゃあ自分の話してよって。俺の話、そんなのもう今更だろ。あー、終わりか。なんか一緒っぽいな。あー、監修、そういえば、あー、抑制グラスね。まだ自分が選ばれると思ってる？一番ちょっと嫌味かもしれない。ごめん、思ってないよ。俺なんかが選ばれていいわけないよな。俺が誰よりも人間の気持ちを理解するべきなのに、俺が一番人間のことを分かっていないなんて。ごめん、でも俺は俺を選んでって言うしかない。君は一度間違えた。あー、一緒かな、一緒だな。じゃあ初日か、分岐。これがエンド5ってことはやっぱ初日だよな。じゃあやってないルートとして、どのくらい能力が高いので、挨拶間違えてがさっきやったか。じゃあ天眼通ってどんな力。あ、俺の能力、あ、能力の話をし忘れてたな、ありがとう、思い出させてくれて。天眼通は千里眼って、あ、これは聞いたね、順番が違うけど。で、数値を見せられたら一番早いんだけどな。で、ここが初めてか。アピールポイントは、あと人類めっちゃ、人類滅亡について聞きたいな。あは、両方聞いてないよな、多分これ。いや、なんでもない、説明するよ。人類の滅亡の危機はもう何度も繰り返されてる。それを防いできたのは俺たち食糧天使を食べ特別な能力を得た人間たちなんだ。俺たちは人間を救うために生まれた。突然死んでいい人間なんていないからさ。俺はたくさんの人間を見てきたけど、人間たちは何でも頑張りすぎだしな。一番の方がうまく説明したと思うけど、俺にも聞くってことは難しくて忘れたとか。いや、お前の口から聞きたい。だって本一番が正しいこと言ってるか分かんないもん。ま、俺も覚えるのは苦手だし気持ちは分かるよ。おー、終わりか。なるほどね。アピールポイントは、あ、急に面接っぽい質問、嬉しいよ、俺の話ちゃんと聞いてくれて。俺が強い能力天眼通を持ってることは実は大したことじゃない。俺は食べられるために生まれたわけで、監視の業務に就くことはないから、俺の価値はあくまでこの脳にある。天眼通の能力を持つ天使は食糧天使以外の天使でも普通は限られた区域内しか見ることができない。日本であればだいたい100人の天使が分担して監視してるかな。それでもすごいけどな。でも俺は俺一人の力で地球丸ごとどこでも見通すことができる。その見る能力より脳の処理能力の方がすごいよそれ。何かを探そうとか意識しなくても地球上の全ての情報が俺の脳に流れ込む。
ま、莫大な情報量を処理し続けられる脳の処理速度と耐久力、それが俺のアピールポイントかな。確かにな、それすごいな。どうかな、ちょっとは信頼してもらえたらいいけど。でもそんなにタフそうには見えないんだかお前ギリギリやん、なんか。あーでもこれはこれとって進むか。人間のことどう思ってる？愛しいよ、もちろん君のことも。君のことが特別にかも。ごめん、俺はやっぱり君がここに来てくれたことを喜びたい。会えてよかった。ずっと人間と喋ってみたかったんだ。うん。ああ、なるほどね。一番の方が良かったが、これがバッドエンドだよな。いらないってことで、じゃあそういうわけじゃないけどって。気を使わなくていいよって。でも、君はこれからもずっと同じことを繰り返すの？まあ仕方ないか。人間は死者欲しいものだよね。ああ、これは聞いたな。ああそうか、音質いかないっていう選択肢あんのか。じゃあ音質いかないよ。え、あはは、いかないって言ったら俺がなんていうか気になったんだ。虚勢張ってるのかわいいな。なんか特にやることもないしさ、一緒に行こうよね、お願い。かわ、仕方ないな、行くんかい。やった、ありがとう。じゃあちょっと頼んでくるから、ちょっと待ってて。俺行かないって言ったんですけどね、悪意のとこが。今日は音質に、ああ 俺は嫌だって言ったんですけど、俺の方が人間のことは知ってるか。部屋から出られないんだと思ってたと。そんなことないよ、俺たちは別に罪人なわけじゃないし、ルールを出さなければある程度の自由あるさ。まあそのルールが厳しいんだけどね。まあ俺は一番とは違うことをしなきゃいけないしさ、君が7番目まで選ばなかったらそれはそれで困るんだろうし、管理局も。なるほど、まあ難しいことはいいからさ、行こうよ。じゃあこの会話だな。前回もやしみたいだねっつったけど、じゃあ綺麗なところだねって。気に入ってくれてよかった。俺は花の名前とかそういうのは覚えてないから説明はできないんだけど、こんなことなら覚えておけばよかったな。楽しいな、君といると。一番の天使とも来たかったなって思った？心を読んだ。いや、これをかけてる時は何もわからないから、ただなんとなくそう思っただけ。じゃあ一番の話はしなくていい。うん、と言ってくれて嬉しい。でもさ、一番がいるから二番がいるんだ。2番がいるから3番がいる。だってさ、1番がいなかったら俺が1番だろ。俺が2番なのは1番がいるからなんだ。番号で呼ばれるっていうのはそういうことだから、考えるなっていうのは難しいよ。俺のことを見ようとしてくれるのはすごく嬉しい。でもつい考えちゃうんだ。これは俺が言うのはフェアじゃないと思って黙ってたけど、君は知ってるんじゃないかな。何を？一番の天使に実は能力がないことは。でもここら辺からは一緒かな、知ってるに決まってる。一番、うん、じゃあここが、君と話してても時間の無駄だったね。なんか本当に君は一番のことしかしない。俺を見てよ、俺をもっと見て。そっか、じゃあうん、そろそろ帰ろう。仲良くなれたと思ってたけど、全部俺の勘違いだったんだな。俺を見ろ、もっと。一番じゃなくて。部屋に戻ると2番の天使はどこかに行ってしまった。すねた、失礼します。白衣の男が部屋に入ってきた。大変申し訳ありません。あ、ストレス値が限界を迎えてしまったと。脳の回復を急ぐ必要がありますので面会は終了と。そして恐れ入りますが、天使にストレス負荷を与える人間は不適格ということで面会も終了させていただきますね。今回はちょっとそんなに俺ひどいこと言ってない気もしてきたな。あ、エンド3か。あ、じゃあこれで3ってことは多分分岐の箇所は合ってるな。あ、でちょっと今スキップしながらやっててようやく分かったけど、最初の方の会話であんまり良くないこと言う、だから自信なさそうだねみたいな、ちょっと嫌なこと言った状態で、メガネかけろって言わない、メガネかけなくていいよと、ちょっと良好な会話だから、初日の会話でちょっとミスってたらもうエンディングバッドエンド行くっぽいんだよね。随分時間が経っちゃったので、何か話したいことある？聞きたいこととか。あ、そういえばさ、かぶっちゃったね。そっちから話してよ。そっちからどうぞ。いいよいいよ、何を話そうとしたか忘れちゃったし、こっちも忘れちゃったははは。ってなんかイチャイチャしとる。あーははは、困ったね。はは、気まずい。へへ、気まずいだけだ。気まずいやりとりの終わり時が分からず世界が終わってしまった。なんだそのコミュ障エンドは。ダラ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 すんな。あ、そうなんですね。なんか好きなテレビとかありますか？
あーそうですね、なんかバラエティとかたまに見ますけどっていう感じで、はい前回の演習率エンドみたいな感じだなこれは。はい、ということで天使の箱庭でございました。体験版が2番目の天使までって言われてたので、次は製品版になるのかな、ちょっと楽しみにしましょう。3から7までどんな感じで関わってくるのか。でも強さ順に序列されてるんだったらもうあとはねちょっとしょぼくなってっちゃうよなっていう。1番2番が、1番があれで、1番が追って、で2番があんなに卑屈になっちゃって、で3番が危険だって言われてるやつだっけ。まあちょっと後々これからの天使に会えることを楽しみにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。